ですよ。無音。これ見たらもう一目瞭然ですね。世界中どこ探しても SOD-1 だけなんです。カメラが倒れた。実証していただける。あ、今回はちょっとこちらですね、はい、ティム県っていう油膜試験機の方をお持ちしておりますので。こんなの初めて見ましたよ私。オイルの役目としては金属接触っていうのを抑えてエンジン内部の摩耗を低減させる効能っていうのも非常に多く持ち合わせてますので、 SOD-1 パワーを点火した時にですね、油膜の強さですねがどのように変化するかっていうのをこちらの機械で見ていただけると思います。すごい機械ですよこれ。これで油膜の性能が分かるということでございます。楽しみでございます。 10W30の高性能オイルでございます、はい、まず油膜を測るオイルをですねこちらの方にオイルバスの中に入れます。それでこのローラーの上をですねくる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 回っていきますね、はい、寒いですから硬いですね。オイル硬いですね。マイナス10度ですから今飛び散りますね。でこちらあのベアリングのピンなんですが、これは傷のついてない状態ですね。傷のついてない、はい、綺麗なやつですね。でこれを、ね、上から荷重をかけていくような形でこちらの面に圧をかけていきます、はい、油膜が破壊された場合は金属接触音が鳴るというような形になります。でこちら重り1つですね1キロありまして、テコの原理で10倍の荷重の10キロの荷重がかかるようになっております。それではまずこちらバーだけの荷重でいきます。それでは重り1つ乗せます。それでは荷重をかけていきます。あ、なんか音してますね。はい、はい、シャカシャカシャカっていう音がもう、あ、なんか異音が金属接触音になります。はい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 、はい、音してます。はい、ガーッてます。はい、で今ほんの少しですね重りを1キロだいたい10キロの荷重をかけた状態で測定いたしました。だいたいこれぐらいの摩耗痕が、あ、傷ついてますね。はい、普通の 10W30 そのままでは傷がつくと10キロの荷重で、はいはい、できればですねこの傷の表面をボールペンでなぞってもらいたいんです。ここですね、ちょっと肉眼では見づらいと見づらいですけど、あ、減ってるね。結構減ってるんです。指であの触ると相当分かるぐらい、はい、がっつり減ってます。むっちゃ傷ついてます。この傷の表面を、横方向にちょっとなぞってみてください、はい、こうですか。こういう感じで表面ザラザラしてると。むっちゃザラザラしてますね。油膜が破壊されて金属接触が起きるとですね、金属ってこう凹凸が出るような形、ガタガタしたような形で摩耗というのが進むんですね。それがちょっと古くなったようなエンジン、あのエンジンノイズがうるさくなってくるとか、そういうのはこういった金属表面のあれが出ることで潤滑能力が低下してくる、そういったところからもノイズが出てまいりますので、まずちょっと1回目はこの状態から SOD-1 パワーを点火した時にどのような油膜の強度に変化するのか、あとこのギザギザになっている摩耗した表面がどのように変化するのかっていうのをちょっと見ていただきたいと思います。新品の SOD-1 パワーという点火剤でございますが、こちらが SOD-1 パワーですね、点火剤の方になります、はい、で一応こちらの点火剤は合成機油と言われるエステルとパを作り上げた合成油系のオイル添加剤となっております。非常に流動点がですねマイナスほぼ50度と、あの非常に寒冷地でもですね機能しやすい流動点の高さを持ち合わせておりますので、これを一応 10% 分添加いたします。あ、1割ね、はい、10%。 今回ちょっとまあ試験なので目安的な形でちょっと入れます。はい、添加剤が足されました、はい、約1割 10%。 はい、それではちょっとまず攪拌して混ぜ合わせていきたいと思います、はいはい、ではまずこちらですね、先ほど傷のついた状態の面のまま、はい、まずは行います。それではですね、はい、重りの方を乗せていきたいと思います、はいはい、まずは先ほどと同じこれはバーだけの荷重の状態ですね、はい、では重りを1つ乗せます。ではゆっくりまた荷重かけていきます。なるほど、ね、乗ってる状態です。乗ってる状態なんだね。先ほどはもうこの状態でキーってちょっと音が出てたと思うんです。金属音はしないですね。これはまあ荷重が抜けた状態、無負荷の状態ですね、はい、でこれが荷重がかかっている状態で、1キロの重り乗せてますので、こちらの面には10キロの荷重がかかっております。では重りを今度2倍の2キロ乗せて、こちらに今度20キロの荷重がかかります。なんか音変わんないね。金属音しないですね。はい、なるほど、全然音しません。これ無負荷の状態ですね。でこれが荷重がしっかりかかってる状態、はいはい、音はするけど金属音じゃないですねこれね。いいというのはしませんね、はい、で先ほどよりも荷重をかけてる時間長く使っておりますが、傷の大きさは変化はないと思います。ので先ほどの摩耗した傷の大きさよりは変わらない状態、同じですね、はい、摩耗してない状態。あらららら、はい、それでこの時のを見ていただきたいのが金属表面の状態なんですね。で先ほどと同じように、はい、ボールペンでね、ちょっと立てた状態で横になぞってみてください。ちょっとやってみます。あれ、ツルツルですよこれ。ザラザラなくなりました。ピッカピカになってます、はい、これはしっかりと油膜というものが保持されることで、金属の摩耗した凹凸が柔らかく丸くですねなだらかな状態に変化した状態になります。ツルツルとした状態、ツルツル、ザラザラがなくなったと思います、でこういった状態になることでエンジンノイズの低下ですとか
か、よりエンジンがスムーズに動いて稼働できるような状態になりますので。こんなに違うもんなんだね、はい、全然違いますよ、はい、はは。でこれがもうエンジン以外にも、もうミッションから、まあ、油圧関係、作業機械、全てにお使いいただけます。へ、はい、1割利益、どのオイルにも。そうですね、油圧のミッションだけは総油量に対しての 7%。 ああそうなんだ、ちょっと減らしていいんだね、はい、でその他のパーツについては全て総油量に対しての 10% 添加となります。それでは今度その傷の状態をですね、綺麗な傷のついてない面に変えまして、要は摩耗の大きさを見ていきたいと思います。お願いします。 SOD1 が、まあ、ほぼ 10% ほど添加された油で最初からかけてみます、はい、ではまずこれバーだけの荷重ですね、はい、かけます。全く音がしません。では重りを一つ乗せていきたいと思います。ではゆっくり荷重かけていきますので、音聞いていてください。あれ全然音しないですね。さっきより音しないんじゃないですか。してないです。してないですね、はい、無音ですよ、無音。これが無負荷ですね。はい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 、これでゆっくり荷重をかけていってる状態、何にも変わらないですね、はい、本当に擦れてるんですか、浮いてんじゃないですかっていう感じですけど、ちゃんと接地はしております、はい、でこの時の状態どれぐらい摩耗してるのかっていうのを見ていただきたいと思います、はい、全くどこもへこんでませんね。ちょこっと傷が、何ぼかある、小さい傷がついてます。私の指ではよくわからないですけど、はい、あ、ちょびっとだね、ほんの、はい、ほんの見えるか見えないか、はい、言われればわかる程度、まあ、油膜の強度、あとは油膜の厚みっていう、まあ、2つの保護効果で、エンジンをしっかりと、まあ、保護しながら、しっかり DPF ですとか排気系パーツへの負担も軽減できると、うん、これは分かりやすいっていうか、間違いなく効果あるっていうことがもう目に見えて分かりますね。私ね、正直ですよ、あんまり添加剤っていうのは、いやどうなんだろうとね、はい、足しただけで本当に効果あるんだかないんだか全然分かんないなっていうのが正直な気持ちはあったんですけど、はい、これ見たらもう一目瞭然ですね。正直驚きました。一番最初にですね、説明いたしましたSOD-1 パワーの特徴として3つありまして、洗浄と、まあ、油膜のコーティングですね、あとゴムシールの防潤作用、この3つが同時にできるのは実は SOD-1 だけになります。他社さんの場合は洗浄剤は洗浄剤、コーティング剤はコーティング剤、まあ、あとは漏れですとかにじみに効く添加剤は添加剤と、全てが部位別、まあ、あとは用途別で分かれておりまして、例えばエンジンの中ですね、汚れた状態に実はコーティング剤とかを入れてもですね、油というのは金属に対して直接作用することで初めて働けるんですね。なのでエンジン内部の汚れがたくさんある状態にいくら高級なオイル添加剤コーティング剤を入れてもですね、実はほぼ効果がないです。なので SOD-1 はまず洗浄をすることでしっかり内部の汚れを落としてあげることでオイルがしっかり働ける環境を整えます。その次に油膜のコーティングなんです。プラスアルファは、まあ、シール剤への、まあ、防潤作用というのを持ち合わせることで、軽度なにじみ漏れについては SOD-1 パワー添加いただくだけで軽度なにじみ漏れは止めます。これが一つの製品でできると。そうですね、しかもエンジン以外にもパワー捨てから油圧装置、まあ、オートマチックからマニュアルミッションギアとかのデフですね、全ての部位に使えると。全部入れていいってことだね。全部に入れていいです。あ、これはまあトラクターに限らず、ね、ショベルだろうとリフトだろうと、はい、軽トラから全てです。うちの CX-5 なので、はい、全然 OK ちょうね、全部使えます。はい、入れたくなりますわねこれね、はい、で乗用車ですとか、あとは、まあ、クリーンディーゼルと言われるディーゼル車、もう全てにお使いいただけますので。うちの乗用車はディーゼルなんで、はい、それにも使えるちょうね、使えます、はい、ガソリンにも使えると、はい、非常に使いやすくて素晴らしい添加剤だということがよく分かりました。ありがとうございます。果たしてこれはおいくらするものなのかなっていうのが非常に気にかかるところなんですけれども、4リッターで4万8000円の税別で、1リッター1万2000円、うちのトラクターだと例えば、まあ、10リッター使ったら、はい、まあ、それの1割だから1万2000円分入れれば、金額はね1リッター1万2000円の税別ということでね、芋掘りの時ね、そうですよ、うん、アイドリングってやっぱすすどん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 、あ、ね、フィルター溜まって変な畑の途中ですす焼かなきゃならないとか、はい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 、すすが溜まらないから、仕事の効率が非常に良くなる、はい、ね、芋掘りだとか長芋掘りとかにも結構ね、そうそうそう、7割の人が使用している、私はまずはうちの CX-5 に入れたくなったんですけどね、400cc 入れればいいからね、確か金額じゃないですよね、半年、大体半年ごとですから、
から交換ごとですか。これオイルの寿命っていうのは伸びるんですかね。もちろん伸ばす効果というのはもちろん持ち合わせてはおります。ただまあ一応規定の範囲内で交換をしてくださいと。ああ、まあオイルはちゃんと定期的に、はい、交換はするけれども、はい、エンジンの摩耗が非常に軽減されるし、はい、燃費も良くなるっていうのはまたね嬉しい。そうですね、はい、燃料高いですからね、はい、だから添加剤のすぐ元を取れちゃいますね、はい、ね。乗用車系から先だったんです。そのデータが結構あとレースの世界でも、ね、耐久レースとかでも、はい、リフト系のレースとかでも使ってます、はい、そうですか。警察の車両ですとか、性能がよくなって研究率を上げるということですね、はい、なるほど、はいはいはい、またね、ゴミ収集車、そうですね、パッカー車ですとか大型の車両ですとか、あ、まあ、最近ですと漁船関係ですね。漁船ですか。漁船はまたヘビーですからね、はい、漁師さんも使われてるんならまた間違いないっちゃ話ですね、はい、漁業関係の方も今週一件契約がありまして。そうですか、はい、漁協単位で、まあ、非常にお使いいただく中でしっかりと結果が出てるっていうところでご評価いただきまして。漁船にも使われてるんですか。はい、あとは油圧ですとか、あと作業機械への効果非常に大きく持ち合わせてますので、例えば作業機械、まあ、油圧を利用して動かす作業機械ですとか、ギアがついてる作業機械のギアオイルに少し混ぜて使っていただくですとか、あとはトラクターのミッションですねの方にも入れていただくことで、ミッションの内部のロスを低下させることで非常に大きな出力向上も見込めまして、エンジンに負担をかけない状態で農作業が可能になると、効果も持ち合わせておりますので。実際使われてみて自分の車にも入れたりしてね。手持ちの除雪機ってあるあれって夏期間使わないで寒い日にかける、まずかかんないですよ、これ入れたら一発死ぬんですよ。漁船から除雪機まで違う何 cc ですよ入れたら。なんぼかだよね。全然違うんです。オイルの量多いとお金もかかるけどね。まず小さいもんからどん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 試してみたらよく分かりますわね。まず小さいもんからなんか入れたくなってきましたよ。添加剤単体を入れることで油膜を厚く形成できる、まあ、しかも粘土に影響せず油膜だけを厚くする効果って、はい、世界中どこ探しても現在 SOD-1 だけなんです。一応3年前に特許の方も取得できておりまして。特許取ってあるんですか。日本国内も特許取れてますし、 あとは海外ではヨーロッパですとか、あと韓国、そちらの方でももう特許取得済みになりますので、世界を制覇しちゃうんじゃないですかこれね。あとはまあ弊社製品長く販売する中で、はい、インターネット上でですね、まがいもんですとか、まがいもんがあるんだ。あとは小分け販売をされてる方とか結構注意喚起はしてるんですが、なかなかこう対策が難しくてですね、まあ、いろんな形で SOD-1 という名前を使って販売しているケースもありますので、購入の際はしっかりと正規店から正規取扱店さんからお買い上げいただければと思います。農業関係は農業関係は、はい、もう三菱農機さんだけです。あ、そうですか、はい、我々農家は、まあ、三菱農機さんからこの SOD-1 を購入すれば間違いないと、はい、ね、はい、間違いなく。ネットでポチったりするとまがいもん書きたら全く意味がないんでね、はい、その点については弊社のホームページ上でも注意喚起をしておりまして。なるほど。 SOD-1 で検索すると皆さん偽物には注意しましょうということでございますが、はい、世界でもね特許を取りまくっている素晴らしい添加剤でございました。はい、ということでね、以上すごい添加剤をねすごい機械でね目の前で見させていただいてね、はい、正直ね驚きました。添加剤ってちょっとどうかなと思ったんですけど、これ間違いない気がします。私も早速ね CX5 から入れるか、そしたら大体実感するような気もするんでね、はい、普段使ってるものにまず使ってみて皆さん試されたらいいのかなと思います、はい、素晴らしい添加剤の説明いただいたんですけど、せっかくこういう機械あるんで、はい、チェーンスプレー浸透剤なんですけども、アメリカのかなりいいものらしくて。まずあれですか、クレ55、クレ556、よく皆さん、はい、農家の人あんまり使ってないかもしれないですけどクレ556のスプレーでどんだけ抵抗があるか。あ、結構音、あ、煙がやばいです。やばいね、やばいね、煙出てます。煙だあーと思って三菱さんの紹介するやつをかけてみましたら、あれなんか煙が消えましたね。消えたね。音も変わりましたよ。全然違うね。クレさんに怒られないから。ロイヤルパープルというアメリカの、はい、水でも落ちないらしいです。水でも落ちない、水かかっても落ちないらしい。あー、撥水効果があるんですね。錆びないらしいです、かけてるから。へー、素晴らしいチェーンスプレーもあるよというお話でございますね、はい、そうです、はい、これも三菱の木さんにお話すれば取り扱っていただけると、はい、価格はどうなんですかね。これ1本4000円ということでね、はい、非常に高性能な、ちょっと値段が、はい、いやいや、お高めですけど、はい、非常に高性能なスプレーもあるよという紹介でございました、はいはい、三菱の大きさんにロイヤルパープルというチェーンスプレーがございますということでございます、はい、よろしくお願いします。非常に高性能でございます。卵ちゃん、
雪遊びだお孫ちゃん。おじち方サングラスしてください。サングラスしないですか。じゃあ乗ってください。よいしょよいしょ。イエーイ面白い。はいお孫ちゃん、そり滑りするぞ。おじちの作った坂でまた登って遊びましょう。昨日よりも滑りやすくなったかな。また直したんだぞ昨日。よいしょよいしょ、よっこいしょ一。よしお孫ちゃん一緒に降りるか。おじちとそり滑りです。行くよ。よいしょ。あっしゃん楽しいですか。よしよしもう一回行くか。いやよっこいしょいちうううイエーイ。あーぶつかるどっかはい行くよ。うー危ない危ないよーいイエーイ。あーあら楽しいでした。行きますよ。シュはい面白かったです。楽しかったです。お孫ちゃんサングラスできますよ。お孫ちゃんかわいいです。かわいいですけどサングラス落ちます。